数年前の出来事です。私はずっと保育士をしていて、当時勤務していたところは割と少人数の保育園。私と X 先生の2人で年中のクラスの担当をしていた。クラスに1人 A 君という母子家庭の男の子がいた。 A 君はいつも元気が良くて、その元気さに私たちが振り回されるくらいだった。そんな A 君がある日を境にどんどん元気がなくなっていった。前までは外遊びの時は底なしの体力で走り回り、中遊びの時も飛び跳ねているような子だったのに、ぼーっとうつろな目をしてずっと私か X 先生にべったりくっつくようになった。外遊びの時もみんなと遊ばないで、ずっと先生のエプロンを掴んだままで、中遊びの時は先生の膝の上に座ってずっとしがみついていた。そして母親が迎えに来る時間が近づくと、帰りたくないってぐずぐず泣き始める。これを全部母親に報告して、一体何があったのかを帰りの時に聞き出そうとしたんだけど、母親は言葉を濁してさっさと A 君を連れて帰っちゃう。 A 君に聞いても、お母さんに言うなって言われてるって言って何も話さない。それから2週間くらい経った。私が休憩を終えて部屋に戻ったら、 X 先生が怖い顔をして待ってた。一体何なのかと思ったら、 A 君がおねしょをしたらしいこと。でもそれは年中さんなら時々あること。おねしょした子は服を着替えるんだけど、 X 先生はその時に A 君の太ももに異常なまでのあざがあって大きく腫れ上がってたことに気づいた。しかも A 君は普段はおねしょしてもしれっとしている子なのに、今回に限ってはごめんなさいごめんなさいって大泣き。私も X 先生もこれは虐待があるかもしれないってことで意見が一致した。嫌がる A 君に X 先生が無理やり一体何があったのか教えてもらった。案の定、A 君の母親の彼氏の仕業だった。彼氏ができてからその男は家に住み着いたみたいだった。ご飯を食べるのが遅いとか、返事が遅れたとか、小さいとか、そういう理由でボコスカ太ももを殴ってきてたらしい。見えないところにってのがすごい小賢しいと思う。すぐ保育所の事務室に行って保健所の人が来て事情を聞いてくれた。でもすぐに保護することができない。これはもう市の方で決まってること。とりあえず保健所と保育所の方針として一度警告、また殴られたら保護ってことに決まった。その日迎えに来たお母さんに所長自ら出てきて警告。お母さんはなぜか泣きながら了承してた。次の日、 A 君の二の腕にはつねられた跡が痛々しく残ってた。殴るのがダメならっていうクソ男の謎理論らしい。即保健所に報告。保健所の人もこれは悪質ってことで即保護。ここでの保護っていうのは A 君を家に帰さないで施設に預かること。母親には絶対引き渡さない。それをお母さんに伝えたら、わかりましたってとぼとぼ帰ってった。しばらくは平和だった。 A 君もちょっとずつ元気を取り戻していって、みんなと遊ぶようになった。事件が起きたのはちょうどお母さんたちが子供たちを迎えに来る時間帯で、私がその応対に当たっていた時、母親とクソ男が保育所に来た。門に二人の姿が見えた時点で X 先生が気づいてくれて、 A 君を事務所に避難。同時に他の先生を呼びに行ってくれた。母親はクソ男を止めることもしないで、後ろをやばいってやめようよとか言ってついてきてた。こっちに気づいたクソ男が接近してきて、 A をどこにやった？ああ？ってすごい高圧的に睨んできた。お迎えに来たお母さんたちも事態に気づいて遠巻きに、私、A 君は保健所が保護しているのでお引き渡しはできません、クソ男、お前らのしてることは誘拐だろ、私たちは市の定めた通りにしただけですよ、クソ男、あれは虐待じゃなくてしつけだっつってんだろ、私、A 君のお母さんはどうお考えなんでしょうか、 A 母無言、クソ男、こいつに聞くなよ、俺の意見聞けよ、私、
A 君の保護者はお母さんですので。クソ男、へりくつこねんな。殴られると思ったら、髪をつかまれて引き倒された。倒れたところで背中を踏みつけられて衝撃痛。そのまま1メートルくらいずるずる引きずられたところで、近くで見守っていた他の子のお母さんが履いていたハイヒールをクソ男に投げて頭に命中。よろけたクソ男に、そのお母さんが、もう片方のハイヒールで横っ面に一撃。クソ男、頬を押さえてうずくまったところを駆けつけてきた男の先生が確保。そのまま警察に連行。クソ男は、暴行以外に余罪があったみたいで、あっけなく塀の中へ。A 君は、本当のお父さんに引き取られた。私を助けてくれたお母さんにお礼を言ったら、申し訳ないけど、正直、私先生のことは考えてなかった。ただ、子供に危害が及びそうだったから無我夢中だったって言われた。そのお母さんの子供は俺のママ超強えんだぜ。ってしばらく自慢して回ってた。